そうですね、はい、ちょっといろいろな形で、宮沢賢治風にいろんな報道をちょっと促す感じになっているんで、その通りやっていただくと何か自分の体に対する見方、自分に対する見方が変わってくれるんじゃないかな、そういうことを考えながら作品出しています。小野口さんは普段研究室でも錯覚、体の錯覚をテーマに、ね、研究されていますよね。そうです、なんだろう、メインはこういう美術展に出すようなものがあるんですけど、どちらかというとメインは心理学的に普通に、ガチガチの、心理学分野で実験して論文を出したりとか、まあ、そういうことをやってます。で、まあ、そういう中でいろいろその科学のフォーマットというか枠組みの中に収まりきらないものを、まあ、時々こういった形で出展して、でみんなと体験をちょっと共有して、そこでいろんなものを持ち帰るという、まあ、そういうことを